こんにちは。朝5時です。曇っています。そしてまだちょっと暗いですね。気温は25度。とても蒸し暑いです。虫も鳴いています。イチジクの収穫を終えてだいたい5時半ですかね。パンパスグラス濡れてぐったりしています。昨日は恵みの雨が降りました。梅もどきも濡れています。源平下野にも雨粒がついていますね。ユーフォルビアは、水玉祭りをしているようです。姫ひまわり、ブリーディングハーツ、これは水玉はありません。ハシボソガラスの白ボタンがやってきました。この前に2羽でつがいでやってきていたんですけどもね、逃げていってしまって白ボタンだけが降りてきました。スズメに気を使ったりしている気弱なカラス、白ボタンですけどもね、こうやって見ると可愛い気もします。離れて電線に止まっているのが連れ合いです。9時になりました。だいぶ明るくなってきましたね。宿根姫ひまわりにつまぐろひょうもんのオスです。三尺バーベナに止まっているのもつまぐろひょうもんのオスです。パンパスグラスの穂が少し広がってきました。もみじあおいです。だいぶ咲いてますね。つまぐろひょうもんのメス、そして姫黒宝雀がいました。つまぐろひょうもん中心に見るとこんな感じですが、姫黒宝雀目線で見ていただきたいと思います。スロー再生しています。華麗なホバリング、そして長い興奮ですね。ただこの蛾は止まってしまうと本当に蛾です。1時になりました。もこもこの雲も出ています。気温は 34.5 度、日向は 37.5 度あります。お見苗市です。今日も腹広カマキリちょっと見つけられなかったんですが、ベニシジミが止まっていましたね。宿根姫ひまわりにもベニシジミがいました。スリスリしてますね。パンパスグラスは早朝とはだいぶ形が変わってきています。今日はベニシジミ祭りでしょうか。至るところにやってきていますね。ここにもちょっと隠れたような感じです。宿根スターチスにヤマトシジミがいました。ちょっと地味なところに隠れましたね。綺麗な雲です。またまたいましたね。少し湿度は下がってきたように思いますが、暑いですね。赤いヘメロカリス、今日も一輪ですね。このベニシジミは羽の表がだいぶ黒っぽいというか色が濃いような感じがします。こちらはあまり羽を開いてくれませんね。そんなことを考えていたらば並んでくれました。違いはよくわかりません。モンキチョウも飛んできましたよ。三尺バーベナにはつまぐろひょうもんのオスが2匹いました。今日は本当に蝶々がたくさんやってきます。パンパスグラスはモフモフになりました。少し風が出てきました。丸尾です。目をそらさないでじっとこっちを見ていたんですが、毛づくろいを始めました。うちの丸尾は体が大きいですね。僕はこれで痩せました。狩猟感覚を楽しめて一粒ずつしか食べられない、そんなダイエット餌皿です。この傘ですけどもね、この夏は本当にお世話になりました。日傘にも雨傘にもなるんですが、毎日のようにこの傘を差して帽子をかぶって歩きました。この傘は他の人から見るととても地味なんですが、指している本人だけは楽しめるという傘なんですね。丸尾は必死で食べてますね。今日はこの辺でバイバイにゃん。